プラドは欧州宇宙機関によって計画されている居住可能性を持つ地球サイズの太陽系外惑星を探索する宇宙望遠鏡である2026年の打ち上げを目指して準備が進められている。ハビタブルゾーン内の地球型惑星検出を主目的としたプラドはフランスの天体物理学者クロード・カタラのチームによって構想され餌の宇宙探査計画。 コズミックビジョン2015から2025の公募に応じて2007年に提案された。2010年に詳細定義段階に進んだプラトは、2014年2月19日にマルコ・ポーロ・アールやエチョなど他の4候補を抑えて、コズミックビジョン中規模プロジェクトの3番目のミッション枠に選ばれた。宇宙機の調達は、 餌の管理の下で進められ、2018年10月に、ドイツのオーブシステム社をプラトの製造を担当する、主契約者として2億8800万ユーロの契約を締結した。これに、タレス・アレーニアスペース社及びルーグスペース社を加えた3社を、中核として開発、製造が進められる。搭載される観測機器の開発とプラトの観測運用は、 ヨーロッパ23カ国の科学者が参加しエサが資金を提供するプラトコンソーシアムによって行われる。プラトの片側を覆うサンシールドは観測機器を熱的に保護しカメラへの名購入者を防ぐと同時にその表面に配された太陽電池パネルによって 2145W の電力をサービスモジュールとペイロードに供給する。搭載する合計1 2トルの 屈折光学系を持つカメラ26台は30度の傾斜をつけた光学ベンチ上に配置される。うち24台は観測の中心となる撮影間隔25秒の通常カメラで、他の2台はプラトの姿勢制御に利用する撮影間隔2.5秒の高速カメラである。24台の通常カメラは同一シ野アの6台をセットとする4グループから構成される。 各グループは視野が一部重なるように中心軸から9.2度の角度差をつけて据え付けられており、これによって2232平方度の広い合成視野が得られる。個々の通常カメラも1037平方度の広い視野を持ち、プラトの合成視野の中央では多くのカメラの視野がオーバーラップすることによって信号、雑音比が改善され、 より高品質の観測データ取得が見込まれる。各カメラは20メガピクセルの CCD を4枚搭載し、26台のカメラを合わせた画素数の総計は2ギガピクセルを超える。1日あたりに取得されるデータ量は4 3 5 g b に達すると見られる。プラトは2026年に打ち上げられ、地球から見て太陽の反対側150万キロメートルの距離にある。 ラグランジュエル l 2をめぐる軌道上で観測を行う計画となっている。その完成はドイツの欧州宇宙運用センターが担当し、取得された観測データはスペインの欧州宇宙天文学センターで分析が行われ、各研究機関に提供される。地上の望遠鏡との連携観測が可能となる、要11等級より明るい構成をターゲットに選び、 数ヶ月から数年の長期にわたって観測を行う。検出した惑星半径を3%の精度で決定し、それを地上からのドップラー分光法観測で求めた惑星質量と組み合わせることで惑星の密度を割り出すことができるため、惑星の半径、密度、軌道の分布の実態を明らかにし、惑星形成モデルを絞り込む研究が進められる。これは還元すれば、 地球に似た惑星が他の恒星系においてどの程度の頻度で存在するのかという知見の獲得につながる。また長期間のポインティングによって視野内の構成についても精神学上のデータを収集しその質量、半径、年齢を分析する。ありがとうございます。